どうも平岡です。今日も動画見てくれてありがとうございます。皆さん最近本って読んでますか？僕も以前はね、結構本読んでたんですけども、やっぱりここ2、3年ぐらいね、読めても月2、3冊ぐらいで、あんまり昔ほどね、本読めてないんですよ。ちなみに最近読んでよかった本は、このね、言い換え図鑑っていう、余計な一言を好かれるセリフに変えるっていうね、まあ、ちょっと言葉選びを変えるだけでも、ぐっと会話が素敵になりますよっていう本とか、あとはね、iPad mini で読んでるんですけども、危うく一生懸命生きるところだったっていうね、ちょっとエッセイみたいな本があって、そちらの2冊ね、最近読んでよかったなってふうに思ってます。で、読む本のね、量が減っちゃったのはね、すごいシンプルで、時間がやっぱりそこまで捻出できないんですよね。やっぱり最近って YouTube を見たりとかね、 SNS を見たりとかっていう風に、いろんなところに時間を使ってるので、昔ほど読書だけにこう何時間も取るみたいなことがちょっと難しくなってるんじゃないかなというふうに思います。やっぱり人間の時間ってね、1日24時間で決まってる中で、新しいね、やりたいことがどんどん入ってくると、一つ一つの時間ってこう圧縮されてちっちゃくなってくるんですよね。で、そんな時に僕が最近ね、すごく愛用してるのがオーディブルっていうオーディオブックのサービスです。これは本をね、読むんじゃなくて、本をね、読んだ朗読ってのを聞きながら読書をするっていう風な、ちょっと新しい読書体験なんですけども、僕このね、オーディブルを去年の2020年かな、一度ね、1年前ぐらいに動画でも紹介してるんですけども、去年から始めてなんだかんだね、ずっと愛用して使ってるんですよ。というわけで、今回は僕が1年以上オーディブルを使ってきて感じてる魅力とかね、どういう人にオーディブルおすすめなのかっていうものとか、具体的にどういう風に使ってんのっていう使い方とかをですね、改めて動画でご紹介しようかなというふうに思っております。結構この本を聞くっていうね、オーディブルって本が好きな人向けのサービスかなというふうに思われがちだと思うんですけども、僕はそうじゃなくて、あんまり本を普段読まなくてね、本を読む時間がないって人ほどすごくいいサービスなんじゃないかなと思うので、良ければですね、最近読書量減ってるなって方は、この動画最後まで見てもらえると幸いです。というわけで、早速行ってみましょう。はい、というわけで、今回はですね、僕が継続的に愛用しているオーディブルっていうオーディオブックのサービス、こちらご紹介しようと思ってます。で、まずですね、オーディブルってどんなサービスのところから簡単に紹介するんですけども、オーディブルは Amazon が運営しているオーディオブックのサービスで、本をね、プロの朗読師に読んでもらって、その朗読のデータ音声っていうのを耳で聞いて読書をしようっていう風な、新しい読書体験のサービスなんですね。で、オーディブルっていうのはいわゆるサブスクリプション型のサービスになっていて、月額1500円を払うことによって、毎月ね、2冊自分でね、本を選んでオーディオブックとしてね、こう耳で聞くことができるっていう風なサービス体験になっています。で、こう聞くと結構この月額のサブスクリプションにね、抵抗がある人も多いんじゃないかなと思うんですけども、これオーディオブックに限ってはサブスクリプションの方が僕はいいかなというふうに思ってるんですね。なんでかっていうと、やっぱりオーディブルとかって本をね、ただ作ればいいだけじゃなくて、朗読師の人が一個一個読み上げて本を作らなきゃいけないんですよ。なので結構制作費用かかって、1冊だいたいね、買うと3000円ぐらいしちゃうんですよね。まあ、そんな1冊3000円の本を何冊も買うのって結構やっぱり大変だなと思うし、そこを月額1500円のサブスクリプションにすることによって、1冊あたりの価格っていうのをね、ぐっと下げることができるし、あとはこうサービスとして使うことによって、ちょっと本をね、試し聞きするとか、合わなかった本は返品するとか交換するとか、そういう風なサービスを充実させることができるんで、このオーディオブックとかね、オーディブルっていうサービスに限っては、僕はサブスクリプションの方がこう入りやすいというか、メリットがあるような制度なんじゃないかなというふうに思ってます。で、そんなオーディブルなんですけども、まあ、一個一個ね、制作費が高いって話をしたんですけども、じゃあそんな高いのに何がいいのかっていうところなんですよね。で、ここからはそのオーディブルの魅力っていうのをご紹介していきたいんですけども、やっぱり僕が感じるオーディブルの一番の魅力っていうのは、今まで読書に使っていなかった時間、むしろ何も使っていなかった時間っていうのを読書の時間に当てられるっていうのが、一番のこのオーディブルの魅力なのかなっていうふうに思っています。で、冒頭で本を読む時間を捻出するのが難しいって話をしたんですけども、これどうして難しいかっていうと、本を読むって行為って自分の目と手をね、こう持ってかれるというか、目と手が拘束されちゃうんですよね。なので必然的に本を読む時間ってのは本を読むだけしかできないんで、まあ、そうなると本を読むだけの時間をね、日常生活の中でしっかり確保するってかなり贅沢な話だと思うんですよ。まあ、その点オーディブルの場合は耳で聞く読書体験なので、情報は全部で耳で内容がわかるし、アプリでバックグラウンド再生ができるので、その間って目も開いてる、手も開いてる、なんだったらスマートフォンも開いてるって形で、そのオーディブルを聞いてる時間ってのをまたプラスアルファで他のこともできるんですよね。なので紙の本とか電子書籍では難しいようなながら読書ってのは可能になって、今ある自分の24時間ってのをね、ちょっとこうギュッとこう本読む時間を詰め込むんではなくて、その24時間の上にながら読書の時間ってのを被せることで、これまで読書の時間を作れなかったところをオーディブルなら読書する時間を作り出せる、そういうところが僕は魅力かなと思って、結構ねずっと使い続けています。これは結構実体験として
としてわかると思うんですけども、こう自分の時間とかって目と手ってのが結構大きな拘束時間を占めると思うんですよ。なので耳ってのは比較的空いてることも多いし、耳の作業って他の作業って並行できると思うんですよね。なので移動しながら音楽聴くとか、仕事をしながら音楽を聴いたりラジオを聴いたりって結構みんな平気でやってると思うんですよね。まあ、そんな形で耳だけで読書ができることによって、今までやっていたね目と手を使う作業にプラスアルファして読書の時間っていうのもその上に被せることができて、読書時間を確保できるってのが、なかなか普段本読むのが難しいって人にとっては僕すごくメリットなんじゃないかなってふうに感じています。というわけで、ここまでのながら読書ってのはなかなかね本読む習慣がなくて本読む時間取れない人向けのメリットだったんですけども、オーディブルって実はめちゃめちゃ本読むとかね、しっかりと本の内容を理解したいって人にとっても結構有益なメリットってのがたくさんあるんですよ。というのもオーディブルで本を聞いてると耳だけしか使わないので目と手が空いてるんですよね。なので大学の講義とかをイメージしてもらえると、教授の話を耳で聞きながらもうノートでね自分の大事なところをメモするとか、そういった風な勉強の仕方ってのも可能になってくるんですよ。なので本を読みながらちょっとここ要点だなと思ったところをノートにメモするとか、本を読みながら考えたこととかをパッとまとめたりとか、こういう風な形で結構受け身じゃなくて能動的にこうね本の内容を受けに行けるっていうか、まあ、そういう聞き方も可能になってくるんですよ。こうやって耳で内容を聞きながら思ったことを書くっていう風なことにすると、こう受け身じゃなくてね積極的にこう読書の時間っていうのを学びの時間に変えられるっていうのが結構僕的にはねいいところなんじゃないかなと思ってます。僕自身もですね、これ結構面白いなと思った本に関してはこんな感じで読書ノートっていうのを作って、なんか要点とかをね書き込みながら本を聞いていくと、やっぱり普通に読むだけとか普通に聞くだけよりも自分でメモするとめちゃめちゃ記憶に定着しやすいんですよね。なので僕オーディブルって2つの面があるかなと思ってて、あんまりね読書を普段しない人にとってはながら読書ができるよって言って時間短縮とかね時間捻出っていう風な側面もあるんですけども、この本はしっかり学びたいっていう風な結構ヘビーに本を読む人にとっては、本を読む時間っていうのをただのインプットじゃなくて積極的な学びの時間に変えるっていう風な、まあ、そういう効果もあるんじゃないかなと思ってます。で、あとオーディブル結構いいのがですね、朗読スピードってのも結構細かく調整できるんですよ。 1.1 倍、 1.2 倍、 1.3 倍みたいなところから結構早くまで再生することができるので、なんかここあんまり面白くないなと思った時はバーッと聞き流しつつ、あ、ここ大事だなと思った時はグッと速度を緩めてね 1.1 倍とかにしてこう集中して聞いてあげるっていう風な、自分のこの聞くペースに合わせて朗読スピードを変えられるっていうのもね結構便利かなと思ってます。はい、というわけでね、オーディブルの魅力ってのをご紹介したんですけども、まあ、ここからはですね、僕普段からオーディブル使ってて、どういう時に聞いてるのかっていうね、ちょっと実際の利用シーンっていうのを紹介しようかなと思ってます。結構いろんなシーンで聞いてるんですけども、まず一つね自分的にいいなと思ってるのがお風呂に入ってる時なんですよ。僕結構お風呂に入るのが好きで、冬場はもちろんなんですけども、こういうちょっと暖かくなってもお湯を張ってねゆっくりお風呂で過ごすことが多いんですよ。で、そんな時は僕スマホを持っていかないって決めてて、やっぱりお風呂のリラックスした間はちょっとインターネットから離れたいなというふうに思うんですね。まあ、そんな時にぼーっとしたりとか、時にはねオーディブルを聞きながらゆったりちょっとリラックスタイムを過ごすみたいな形で、なんかあんまりこの重い本じゃなくてちょっとエッセイっぽいものとかをねこう聞き流しつつバックグラウンドミュージックにするみたいな使い方も結構僕的にはお気に入りの一つです。で、他にもですね、動画編集しながら、僕これ結構多いんですけども、特にねカット編集とかって耳ほぼ使わないんですよ。動画の波形を見ながらカットしていくってところなので、目と手はすごい使うんですけども耳結構空いてるんですよ。そういう時にオーディブルを聞いてちょっとインプットしながら動画編集するみたいな形にすると、すごくこれいいのが動画編集に飽きが来ないんですよね。ただただ作業してるだけだとなんかちょっと疲れちゃったなっていうふうに思うんですけども、本を聞きながら作業すると、例えば本のチャプター分だけ頑張ろうみたいな形で作業を集中できるっていうのも僕にとってはすごく大きなメリットかなと思ってます。で、あとはですね、日常的な家事のシーンですね。例えば料理をするときとか洗い物するときとか、僕ね洗濯物を畳むときとかも結構そうじゃないですか。目と手は使うけども耳空いてるんで、まあ、音楽聞くのもいいんですけども、その時間をオーディブルで読書にやってるとちょっと本を読む量が増えて、まあ、自分の中でもねすごく学びになったりするので、こういう使い方もねこう結構おすすめなんじゃないかなと思います。で、あとは自分の仕事と直結するような、ちょっとこの本内容しっかり学びたいなって時は、さっきご紹介したみたいにしっかり読書メモを取りながらですね、朝起きてすぐとかに多いんですけども、ちゃんとメモしてちゃんと聞くみたいな、ちょっと講義を受ける感覚で聞いたりするのも結構ありますね。逆に僕移動中はあんまりオーディブル聞かなくて、移動中ってね耳は確かに空いてるんですけども、結構頭を使っていろいろ
考えることも多いし、なんか街の刺激とかを受けたいから、なんかいろんな街のものを観察することも多いんですよね。なんでそんな時はオーディブルを聞かずに音楽を聞いたりしながらちょっと気分上げるみたいな形で、まあ、自分なりの使い方っていうのが見えてくると、すごくねオーディブル日常生活に溶け込んで使いやすいサービスなんじゃないかなと思います。はい、というわけでこんな感じでオーディブルの魅力とか僕の使い方をご紹介してきたんですけども、僕ね全部の本をオーディブルで読んでるかっていうと全然そんなことないんですよ。というのもオーディブルってまだ対応してる本はそんな多くないんで、全部オーディブルで読みたいってことはまあ実質不可能なんですよね。でさらに月額1500円で2冊までなので、何冊も何冊も読めるような契約体系になってないんですよ。だからこそ僕はオーディブルって読書習慣を取り戻すためとか、読書習慣を確立するためにすごくいいサービスとして使えるんじゃないかなと思ってます。やっぱり読書習慣って一度離れちゃうとなかなか戻ってくるの難しいじゃないですか。昔は本読んでたけど今全然読んでないなみたいなことも結構あると思うんですけども、とはいえ一度読み出したら本楽しいなとかね、そこからどんどん興味が湧いてきて、あの本読んでみたいなっていう風になると思うんですよ。だからこそ24時間の今の時間を邪魔しないオーディブルってので、まずは簡単に読書を始めてみて、まあ、そこからやっぱりね本読んでると楽しいなとかね、もっとこういう字本読みたいなっていう風になってくると、必然的に自分で時間を作るようになってくると思うんで、まあ、そういう風に自分が読書習慣を取り戻すとか、自分の読書習慣をきちっと確立するためのきっかけとしてオーディブルっていうのを使うとすごくいいんじゃないかなと思います。僕も毎月オーディブルで読む本ってだいたい1冊2冊ぐらいなんですよ。あとはもう紙の本も読まない月もあるぐらいなんですけども、少なくともまあオーディブルで聞くぐらいは本読んでみようかなって形で毎月ね1冊読んで、余裕があれば2冊3冊っていう風に紙の本とか電子書籍で読んでいくっていう風な使い方をしてるんですね。本がめちゃめちゃ好きだっていう人よりも、最近なかなか本読む時間取れてないなって人にこそ、ぜひねオーディブル一度試してみてほしいなっていう風に思ってます。オーディブルって新規登録すると初月無料とかは基本的にずっとやってるし、キャンペーン内容とかによってはねもうちょっと長期で無料だったりするので、まずは無料で試してみて、まあ、オーディブルいいなと思ったらまたねオーディブル継続してもらえればいいし、なんかオーディブルで本の良さにハマったから紙の本買おうみたいな、そういう使い方もいいと思うし、まあ、合わなかったらねやめてもらったらお金もかかんないなと思うので、ぜひですねオーディブル一度まだ使ったことない人は試してみてほしいなというふうに思ってます。合う人合わない人は結構はっきりしちゃうサービスだと思うんですけども、まあ、合う人にとってはとてもね有益なサービスになると思うので、この動画を見てちょっとでもいいなと思ったらぜひ試してみてください。というわけで今回は僕がねもう1年ぐらいずっと愛用してんじゃないかな、オーディブルっていうサービスについて改めてね魅力とか僕の使い方をご紹介していました。今日の動画も少しでも面白かったなとか参考になったなと思った方は、動画の高評価、チャンネル登録、ベルマークの登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。